はい、皆さんこんにちは。今回は PH レクチャーデックのご紹介です。はい、ということで今回は PH レクチャーデックをご紹介します。これあれですね、プレイフェアさんで、買ったんですけれども、今年の10月だったかな、あの頭かなんかに、韓国の、ザ・クリエイターって書いてますけれど、マジシャンである PH さんが日本に来てプレイフェアさんで、レクチャーをするということで、その時向けに作ったデックだそうです。で、一応このデックがチケットをモチーフにしてるから、見ての通りね、こうギザギザになってるので、切符とは言わないですけど、チケットをモチーフにして、これを持って、デクチャーに参加するということだったそうです。僕は行けなかったです。残念ながら、時間がなかったんです。いいや、置いといて。早速ですが、ダックケースです。PH ね、こう書かれていて、The Creator Lecture と書かれています。非常にこう、なんでしょう、金かな、金、ゴールドとこう白、黒ということで、なんでしょう、ラグジュアリーな感じのデザインになっていますと。はい。で、横が PH コロン、The Creator と。こっちもですね、PH コロン、The Creator。で、下側が、Play Fair All Rights Reserved って書いてて、Play Fair のコロンが、コロンじゃねえや、なんだ、サインが書かれていますと。ほい。ブラックアンも一緒です。で、これが、カードのバックデザインになっております。上が PH The Creator と書かれていますね。で、ここも開けると、こう、ほにゃほにゃほにゃという感じで、なんでしょう。金色のね、デザインが書かれています。で、これタッケースなんですけど、ちょっと普通の、なんだろうな、タッケースと違ってマット仕様になってるんですよね。多分、触り心地的にですけど、プレイフェアさんのプレイフェアカードってありますよね。あれと一緒じゃないかなと思うんですけど、違ったら教えてください。プレイフェアさん、お願いします。っていう感じです。結構かなり個人的には好きな、手触りです。で、開けますと、よいしょ、中は真っ白。はい。で、エクストラカードは2枚ですと、ジョーカーの代わりに使える PH The Creator と書いてある、非常にシンプルなね、ものが2枚入っておりますと。ポイント。で、紙質、これ僕ちょっと今まで勉強不足だったんですけど、いろいろこうネットを見てたら、これが、カジノストックかな？カジノストックでマジックフィニッシュというものらしくて、かなり高級品だ。おう、飛んだ。だそうですと。触ってでもね、わかるんですけれども、確かに、なんでしょう、手の吸い付きが違うなという気がします。ものすごく、なんだろうな、これ開けてまだ実は2回目ぐらいなんですけど、すごくこう、なんつったらいいですかね、吸い付きがよろしくて、非常に使いやすいデックになっているなと思いますと。はい、という感じです。で、裏面ですけれども、これと一緒ですね。チケット代わりになると。チケットモチーフにした、デックになっています。非常にこう、黒とね、金色、白ということで、シンプルではあるんですが、ラグジュアリー感のあるデックになっているのではないかなと思います。はい。で、表面を、使っていた。先に言っちゃうと、全部スタンダードです。普通のコートカードですし、ナンバーも、ピップのね、普通の、本当にスタンダードの、ものであります。なので、なんて言ったらいいですかね、マジックにすごく適しているというか、普通のね、一般人が見ても本当に普通のカードだよね、ということでですね、違和感なく、使えるものになっていますと。で、唯一違うのは、これですね、スペードのエースですと。こんなか、おー、よいしょ、こんなんですね。P と H が書かれていて、この周りのこれコロンなのかな、ちょっとごめんなさい、わかんないですけど、PH と書かれていて、これもね、金と黒、白が基調になっていて、シンプルではあるんですけど、おしゃれな感じになっているという仕上がりになっています。はい、こんな感じですね。ちょっと、本当にレクチャーにこれ行けなくて残念で愚痴になっちゃうんですけど、予定が入っていなければぜひ行きたいなというか、またプレイフェアさん、PH さん呼んでくんないかなみたいなのを個人的に思っております。はい。ということで、非常に駆け足ではありましたが、ものすごくいい質のカードです。あ、
てごめんなさい、僕ちょっとそのマジックフィニッシュでしたっけとか、カジノデック、カジノストックっていうのはどういう感じかよくわかんないんですけど、このファローシャッフルも非常にこうサクッと入って、ファローが下手な私でもできると嬉しい優れものになっております。はい。ということでですね、クイックではありますが、PH The Creator のレクチャーデックをご紹介しました。プレフェアさん、なんか僕違うこと言ってたらメッセージなりコメントなりしてください。よろしくお願いします。いつもご視聴ありがとうございます。それではまた。